ヒップスチャンネルの時間ですヒップスの坂本陽子ですこの番組は美容と健康アジアの美容状況をお話しする番組です提供は美容室ヒップスでお送りいたします美とリラックスの隠れ家、美容室と太鼓式マッサージ美容送信マッサージが一つになった隠れ家的サロンヒップス普段の喧騒をちょっと離れて心地よい空間とひとときを皆様にお楽しみいただければ幸いです 電話番号は098-897-3995です。ギノワン HIBS で検索してください。番組の最後にはヒップスワンポイントビューティーレッスンもありますので、最後までお聞きください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは7 9 7 a t f m g n o ッ c o m また、FM 技能案では Ustream で映像と音声をネット配信しています。FM 技能案のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いいたします。はい、ヒップスチャンネルです。えっと、今日はですね、あの、 ゆきさんと二人であの中国のお話をしたいなと思ってますおはようございますゆきですよろしくお願いします中国好きなんです私ねえすごい住んでたっていうのを聞いて今びっくりしたんですけどちょっとだけですよいやいやでもすごいですどれぐらい住まれてるのいや二ヶ月あでも二ヶ月住んでたってすごいんじゃないですか何でです何年前からもう北京オリンピックよりも前なんでねもうすごい古い中国が残ってましたその頃まだ よかったですよね。もう、今より私は好きです。昔。もうすごい変わったんでしょうね。それから行ってないんで、あんま分からないんですけど。あの時まだ自転車いっぱいでしたよね。はいはい。自転車いっぱいでした。今はなんか自転車もなくなり、なんかすごい高級車ばっかりが走っているので、もう本当にびっくりって感じで。へー。私も自転車で走ってましたよ。あ、本当ですかはい。もうなんか、 あもう最初、私が行き出した時もなんかあの自転車がいっぱいでもう皆さんあ,のあんまり太ってる人もいなかったんですけど今、なんかすごいメタボであ<ー>あのダイエットにすごい励んでるっていうのを聞いてもうびっくりしたんですけど<ー>もうなんかあんなあんな中国の変わりようには本当に本当にびっくりしました。<ー>はいあの 私最初はの行出、行きだしたた時にも今よりももっともっと田舎だったんだけどそれでもその発展ぶりに驚いて、うん、なんかすごいと思ってなんか中国に魅力をすごく感じて美容室もやりたいなと思ってもも、うん、もう何度も何度度行ってましたすごいですね、外国でお店を持とうっていう、うん、すごいガッツあるんですね。 本さんだからちょっとやらなかったんですけど <laughs> えでも一応、ね、何度も通ったってことは本当にやろうと思ってたんですよね、うん、そうそうやろうとは思ってたんですけど、はい、なんかいろいろやっぱりいろんなことが分かってきていろん,んな問題があってやっぱり難しかったんですよ<ー>私にとっては、はいはい、だからでも私いろんなそういうことをやってる間に日本でも中国の方ともいっぱい知り合ってあの向こうにも いいろろ知り合った方がいたんですけど、はい、もう私の知り合った方は皆さんとってもいい方だったんですよ中国人、はあ、なあかでも、はい、多分坂本さんが引き寄せてると思いますすごい、はい、どこででも馴染める感じがします、はい、本当ですか <laughs> なんかすごい自然体で <laughs> 本当ですかだったらいいけどもうでも本当に私はいい人ばっかりとメリキびでやっていてもうなんか中国の方ってすごい勤勉だしなんか もう本当に日本人はちょっとぼっっとししててるなーって思いました私なんかちょっとすごい反省させられたところがりり、うん、中国のどのど辺ですか、まあ、いろんなとこ行きましたはい,、はい、いろんな本当にとこ行って、あのーまあ、遊,びも遊びにも観光にも、うん、あのいろんなとこ行って、まあ、もちろんお店もどんなとこでやったらいいかな でも中国って田舎の方に行っても結構年なんですよね、うん、すごいもう人口もすごくてあ人は多いですよねはい、うん、もうあのー、何年前45年前に、うん、あの行ったのが最後だったと思うんですけど、はい、もうなんかあのちょっとした観光地でもあまりの人の多さにもう行くのもうちょっといいかなと思ったぐらいでしたね あまりの、あ、なんか、ぎゅうぎゅうさ。ああ、でも、中国の人もそれで慣れてるからね。はい。なんか、沖縄に中国人観光案内したときに、えー、観光なんか人が少ないねって <laughs> 言ってた。<laughs> ああ<ー>。逆に。あでも、私、あの、大阪の、あの、お友達を、あの、観光で案内したときに、お店、まあ、あの、デパートとか連れて行ったときに、 なんかお店いっぱいあるけど人がいないねみたいな感じで言われた時ありました大阪,大阪のこと、うん、おお大阪の人を沖縄に紹介沖縄だ日本人だけどやっぱり沖縄は人口少ないんだなってあの時思いました広々してますねはい広々、うんうん、ゆっくりした感じですよねはい向こうはなんかぎゅうぎゅうなんか大阪と私中国ってちょっと似てるなと思ったんです<ー>なんかぎゅうぎゅうしてこのぎゅうぎゅうさがなんか このあのうるささとこのガッツあるやりなんていうのかなうんうん、うん、そうですね、うん、そういえばちょっと似てますね似てるなと思って、うん、なんかすごい私には合うかなと思ってよく言ってたんですけど食べ物とかどうでしたあ大好き美味しいですよねめっちゃ美味しい、うん、美味しいですよね美味しくて安かったんですけど今はどうなんでしょうね今でも食べ物は 安いんじゃないですか、うん。めっちゃ安くて美味しかった、うん。美味しいのいっぱいありましたよね。うんはい、私もなんかたまに意味がわからないのがありましたけど、<laughs> なんか豚のなんか屋台とかいったら豚の鼻だけ売ってるとかなんかったですか <laughs> あ。あの屋台すごいの並んでますよね。なんか怖いのがいっぱい並んでてなん。<laughs> なんか鳥のとさかだけを煮込んでたり種類ごとに小さく置いてあったりするんですけ、ねな,はあ、な,なんでみたいな,なんか私として見たらなぜこれをなんか集中的に食べるんだろうみたいな <laughs> ねどう使っていいかわからないからね <laughs> 日本人からしたら、はあはあ、日本人が、まあ、向こうの人にしたら別に日本のものもなんかあの変なのもあるんじゃないかなとも思いますけどなんか歩きながら、はい、ハスの実買ってつまんで。 食べてたのスナックみたいにハスの実食べてたりとかハスの実はおいしいんじゃないですか蓮の実は食べてましたんかあの一番私印象に残ってるのはなんかあのちょっと田舎の方だったんですけどケンタッキーみたいな感じですごいおしゃれな,なんかフライドチキンのお店で、うん、なんかかわいいお店だったんですけどなんかあの外に あの、鳥小屋がいっぱい置かれていて、一匹ずつ鳥が入っていて、ね、はい、あの、コロナ禍で選んで、<laughs> <laughs> 中で食べる。すみたい。消すみたいな、鳥バージョンみたいな。えー あれにはちょっと、えー、今、私が注文しなければ、この鳥はまだ生きてたのかなみたいな。めちゃくちゃ新鮮ってことですよね。はい、めちゃくちゃ新鮮でしたね。はあ<ー>。でもそんなにまで新鮮なフライドチキンが食べたいかどうかっていう、<笑><笑>揚げ物にするのにそこまで新鮮な必要があるのかっていう、そうそう,そうそうそう、そこまで新鮮じゃなくても、そう,そうそう、そこまで新鮮じゃなくても、私は良かったかな。<laughs> <laughs> と思ったんですけど。はい そのなんか美容室をしようと思ったんですよね <laughs>、はい、でもまあ本当に実現しなかったんですけど、うん、一番最初になんかあのここでやりたいなと思ったのがなんかあのホテルに泊まったらそこに美容室が入ってたんですよね、はい、日本人経営の。うん、そしたら料金見たらもうめちゃめちゃ高くてもう日本のちょっといいところよりももっと高かったんですよ。 あの入ってみたんですけどもなんかその時は日本よりも全然まあ申し訳ないんだけどちょっとまだまだだなっていう感じがあって、うん、そしてこの料金とってで人口がすごいのでもうすっごい繁盛してるんですよ。はいはい、これ見てえ私ここでやろうかしらと <laughs> <laughs> あーすごい。と思ったんですけど。はい あいろいろなかなか難しいなとも思ったんですけどやっぱ人が多いってことはねそれだけでも人が多いっていうことはそれだけでやっぱりチャンスがあるっていうことですよねだからすごいこの人口の多さっていうのは本当に魅力なんだなあと思いましたうっんと、うんうん、しいところもあるけどやっぱ魅力ですよね 商売やる住もうと思ったらこれすごいあれないみたいですね住むところもなかなか狭くて高いみたいですね高いと思いますあの時はそこまで高くはなかったと思うけどでも安いところはまたなんか危なかったりなんかトイレもねなかったりかっ方ですよね昔はね地下だったりとかねなんかトイレがあの 集,なんか集団というか,なんかあの外にみんなで入るトイレだけしかなかったりあ個室にないというとない感じで多かったですよね共同トイレですよね <laughs> なんかあんな,なんかビルみたいになってて共同トイレだとちょっと私には我慢できないかなみたいな、はあ、そっか人数の割にちょっと共同する人数が多すぎるっていう。<laughs> ああんなのもありましたね、うんえー、でもね、はい、ちょっとでもそういうこと思いつくっていうのがすごいなと思いますけど本当ですかなんかあの面白いんじゃないですか中国、うん、面白いですもうなんかいろんな可能性があるし、はい、いろんな人がいるので、うん、なんかすごく面白いとこだなと思いました うんあまあ、美容室もいろいろ入ってみたんですけど美容室はあんまりいい思い出はちょっとなかったんですけど、うん、なんかあのマッサージは素晴らしいですよねあっちへえい、ー、やや,やったことないです<あ>マッサージというものをやったことがなないああそうなんですか <laughs> やってもらったことがないあ本当ですかマッサージ素晴らしかったですね中国私いろんな国結構行っていろいろ体験したんですけど中国はやっぱり。 あの上手だと思う<ー>安くて本当にあの上手<ー>あのどこの国より負けてないんじゃないかなと思いますて、ね、そうやって肩こりとかほぐしたりとかもうあの全部足もそうですし顔はどうかな分かんないけどあの体の分野ではすごい素晴らしいと思いますマッサージってなんていうあんモーですね。アンマーあんま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  うん、あもう本当にあの素晴らしいなあと思いました<ー>で若い子がいっぱい働いてるんですよね、うんうん、あっちはなんか男の人が行ったら女若い女の子がついて女の人が行ったら若いお,お兄ちゃんがつくんですよね<ー>かっこいいイケメンとかわなんかちょっと心理をついてますね <laughs> なんか心理ついていて <laughs> なんかすごい安い給料でなんか働かされてるって言ったら失礼だけどなんかあんんなな感じでした<ー>なんかあの田舎から来た人が多くて住み込み であの働いてましたみんなさそうかね出稼ぎとかですかねあの感じで今ツイキャスに来てますよみけ猫好きな犬さんおはようございますありがとうございますマッサージは充実してるみたいですねうちにいる中国人留学生が言ってましたって来てますはい充実してます当にあに素晴らしいと思いました私も大好きでもう向こうに行ったらマッサージ受けるのがちょっと楽しみでしたね うん、本当にあの,あの時も中国の方をなんか従業員に使いたいと思ってああ<ー> <laughs> あんなことも思って日本まで連れてくるとそれもまたいろいろ難しかったんですけどあ,あでも調べたんですね一応はちょっとやってみようかなと思ったんだけど<ー>なんかちょっと難しいなと思ってでもそれだけじゃ技術が手に技術があるってことですね あ、そうですね。うん、もうなんかうん素晴らしかったです。あのー、上手だし、なんか優しいし、あのー、言葉もね。あの、いろんな英語とかもできる人も多くて良<ー>かったですよ。はい、はい、じゃちょっとここで曲でも入れましょうかね。はいはい、お願いします。はでは。一曲キロロの曲をお聴きください。 はいヒップスチャンネルですはい,はいはいあの <laughs> リピートしてる今日はあのー、この中国の話で突き通したいと思います <laughs> <laughs> はい、はい、中国面白いですもんねおも話題がつきないですね、あのー、面白いですよなんかえっとツイキャスにも、はい、三毛猫好きな犬さんマッサージじゃないけど銭湯、はい、での赤すりがかなり安いとかも聞いたことがありますよって、えー、赤すり 銭湯がないがねイメージないですけど、はい、中国ね<ー>あるんですかねあるんですね、うん、なんか私あのー、これはちょっと言いたいなと思ったのが、はい、なんか耳掃除なんかマッサージに行った時に耳掃除のメニューがあったんですよ耳うん。 耳掃除みたいな感じで。やったんですかやったんですよ。いや、もう、めっちゃ勇気、あ、そんな絶対できないです。<laughs> 勇気が出ないです。<laughs> 大丈夫かなみたいな。いこの、やったのが、もう、驚いたのが、なんか、あの、トンネル工事みたいな、なんか、あの、こんな、なんで、ライト、あ,あ頭の,ヘル,の前ヘルメットに、なんか、ライトがついてるのを、はいはいはい あのかぶったおじさんが出てきて <laughs> なんかいろんな器具をいっぱいなんか持ってるんですよ。はい、でこのおじさんがあの来て私の耳をこう覗いてこのライトをつけて私ないでしょ耳あのいつも掃除してるから耳垢かないでしょみたいな感じで言ったら。うんはい あるあるみたいな感じで言って,、はあ、そ,してそして耳掃除をしていくんですけどもういろんな器具を使って私これ大丈夫なのかなと思ってドキ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 ,ドキしながら <laughs> って思いながらもやめないところがすごいですやってもらいましたもうなんか大丈夫かな私の耳はどうなってんだろうと思いながらでも、うん、あのどうもならなくてあの、はあ、大丈夫でした <laughs> 体張っておられますね <laughs> いつも体験したいなっていうのがあって、はあ まあでも、あの、道路、道路口、トンネル工事みたいな、あのー、ヘルメットをかぶって来られた時には、私はもう本当にびっくりしました。怖い。<laughs> はい、そ、はい、うです。<laughs> もう本当に怖いです。なんか、荒っぽいことされるんじゃないか、みたいなね、えー。そうなんですよ。もう、偉いの頼んでしまったな、みたいな感じで。うん、で、スッキリしましたスッキリしたのかなスッキリしたっていう感覚はあんまり私にはなかったんですけど。はいはい <laughs> <laughs> でも日本人このおじさんが言うには日本人もいっぱいやってるって言うんですけど、うん、本当かなと思ったんだけどやった人いるかなと思いました、えー、すごいなチャレンジャーですねチャレンジャーでしたね、うん、チャレンジャーっていうか,もうや,ってみたかやってみたいんじゃないですかなんか耳掃除とか書いてあったら。いやいや <laughs> いやマッサージも怖いぐらいですから私は、まあ、赤すりとかも出てますけど絶対やらない赤すりはやったことないんですけどでもこれ台湾でだったんですけど私あれはやったことありますよあのへそ吸とへそ吸、はい、おへその上に おなんですよ。はいはい、それで私、あのー、送信でお腹をちょっをマッサージしたりもするのでそれも、あのー、興味があってお腹だけで1時間半ぐらい、はあ、マッサージう<わ>もうやってもらったけどもうすっごい途中であの後,悔後悔の連続でもう痛いんですよ。えー 痛くて痛くて、もうこれ、そして何か効果あるのかなと思ったんですけど、別に私には効果がないっていうか。うわ1時間半痛い思いして効果が別にない。というか、その3日間ぐらいずっとお腹が痛かったんですあの、お腹壊してる痛さじゃなくて筋肉痛すっごいなんか、痛くて。揉み返しみたいな。お腹がですよ。<laughs> <laughs> なんかだるそうですねも痛くて私にはごめんなさい私にはです、ね、<ー>もうあの他の人はどうかも分かんないですい定期的にやったらいいとかですかねいやでもあんな1時間半もちょっと長くないですか長い、うん、それもなんかお給もして <laughs> お給はあったかいんですかあお給は、まあ、まあまあまあお灸はいいかもしれないですね<ー>ちょっと温めるので。 あのお腹を温めるってことにはとてもいいと思いますしかしいろんなものがありますね美容のために美容なのかな体の健康じゃないですか、うん、体の健康なんですけど何なん,なんでしょうかね <laughs> <laughs> でもやっぱり美容室を運営される、ねはい、方としてはいろいろ研究していろんな国でそういうのをね 体験って体張って,ってんのかなか分からんけど <laughs> でも本当にいやでも中国はねあのあの普通のエステもう何回も行ったんですけど、うん、安くておすすめでした。<ー>安いしあの施設もきれいだし、うん、まあ私が行ったところは日本に比べて相当安くて、うん、上手。 へあのへ<ー>とてもとてもあのおすすめですエステってなんて言うんですかエステはエステです、うん、エステでもまあアンモなのかな<う>、うん、アンモかもしれないわかんないです<ー>エステエステって言ったら通じてましたねわ、はい、かりましたじゃあ中国に行かれる方はエステとかアンマとかを探してみてください。<laughs> <laughs> うんおすすめです、はい、本当に、はい、そろそろワンポイントビューティーレッスンの時間ですはいワンポイントビューティーレッスン、はい、こ今日はまたやっぱり足をやりたい,いはいこれ一番やっぱりやりやすいしどこあの簡単なのでいいのかなと思いましたなんかあの足の足首から太ももにかけてずっとあのちょっと外側とか中外側から あのちょっと強めにあのつまむつまんで上までいくんですよはいするとどうなるんですか細くなるあ<ー>最初硬い一歩だけずっとやってください、はい、下から上に下から上に、はい、とにかく細かく細かく細かくあの上まで上っていく上がっていくんですよ、はい、そしたらあの細くもなるし、うん、あの足の疲れもむくみも取れるんですよ気持ちいいですよね これを注意点は上に上るだけ下がらない下りない下りたらそんなに細くはならないんですよわかりました今日はちょっとわかりやすかったですね気持ちいいのでぜひやってみてください「っとヒップスチャンネルこの時間に変更してますので来週からも10時からぜひお聞きくださいあ来週からよろしくお願いします はい、ヒップス、あのー、また頑張って、あのー、やっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、翔さんもメッセージありがとうございました。それではまた来週。また、あ、再来週です。あ、さ <laughs> <laughs> すいません、再来週。